元サッカー日本代表 MF 前園正義、50、が22日放送の東京 MX、バラ色ダンディ、月曜から金曜午9、0、に出演。男性の大衆に対する SNS 投稿が物議を醸したフリーアナウンサー、川口百合、29、が所属事務所から契約解除された問題について言及した。写真あり。 今後は、インフルエンサーになりたいと話した川口ゆりあな川口は8日に X で、自分で気づけない体臭、身近な女性は指摘しにくい、日々の体の調子は食生活や少しのケアでいくらでもよくできる、ご事情あるなら本当にごめんなさいなんだけど。夏場の男性の匂いや不節制してる方特有の体臭が苦手すぎる。常に清潔な状態でいたいので1日数回シャワー、汗拭きシート。 生患罪においては一年中使うのだけど、多くの男性がそれくらいであってほしい。原文ママ、削除済み、と投稿。この内容が物議を醸し、10日には所属事務所、ボイス、が、異性の名誉を毀損する不適切な投稿行為が認められたことから、当社はアナウンス事務所として、所属契約の維持は困難と判断し、やむなく契約解除通知をするに至りましたと契約解消を発表した。 この件を受け、前園氏は自分も50歳なんでおじさん世代。匂いについて自分なりに気をつけている、というが、このことを載せるってことは川口さん、載せた時点でなんとなくバズるってわかんないんですかね。それかそうさせようと思ってるんですかね。と投稿に至った真意に首をかしげた。その上で、載せちゃったら何かしら賛否が来るのはわかるじゃないですかと共演者に投げかけていた。